突然ですけれども、これご覧になってくださっている方の中に一人っ子の方いらっしゃいますか？いや、僕一人っ子なんですよ、実は。で、一人っ子って結構バカにされること多いんですよね。例えば、一人っ子って親に甘やかされて育つからわがままな人が多いよねとか、一人っ子って兄弟がいない分他人に興味ほんとないよねとか言われたことありません？僕だけ？いや、ふと思ったんですよ。自分が今この外出があまりできない状況の中で、小学生だったらどうやって時間を過ごしていただろうかと。ね、兄弟がいればその兄弟と遊んだり議論したり討論したりするか分かんないですけど、で喧嘩したりして、忙しい時間を過ごしているだろうなと。だけども兄弟いなかったんでどうしているかなと。いや、逆に兄弟欲しかったかといえば、引っ越しをするたびに友達を作らないといけなかったから、その時にいたら楽しかったかもなとは思うんですけれども、総じて考えると自分一人で何かこう遊んだり瞑想したり妄想したりしてる時間の方が楽しかったから、それはそれでやっぱ良かったのかなと。はい。ですいません、一人っ子の話はここでとりあえず置いといて、今日は10人兄弟だった松本五郎さんの話をさせてください。はい、改めまして一人っ子フォトグラファーの高橋健太郎です。10人ってすごくないですか？いや、今の社会ではなかなか厳しい数字ですよね、その規模感で。松本五郎さんは10人兄弟の中の何人目かっていうと、はい、お察しの通り5人目です。で、今日は松本五郎さんが師範学校に入る前までの、激動って言っていいんですけど、激動の幼少期のお話を少しかいつまみながらご紹介させてください。で、松本さんは1920年に北海道ではなく鳥取県の鳥取市郊外にある小山村というところで生まれました。で、1920年生まれっていうことは、今年何年ですか？2020年。100年なんですよ、今年。で、厳密に言うと誕生日はまだ来ていないので、この段階で来ていないので、今現在は99歳。いやー、100年ですよ。でもあと少しで。1世紀近くも生きてらっしゃる。どういう感覚なんでしょうね。で、僕が松本さんに初めてお会いしたのは2017年の6月22日。で、その時は松本さんは96歳ですね。で、最初アトリエにご案内していただいて入ったんですけども、すごいんですよ。広さもそれなりあるんですけども、絵の数と本の数、もうね、勉強家なんですよね。で、お話をこう聞き始めるじゃないですか。すると、もう言葉の端々がもうね、本当に優しいんですよね。だからなんかこう、松本先生って感じなんですよ。で、松本さんのことを筆者良一さんと、筆者良一さんの息子さんの真一さん、ご長男さんなんですけども、が、松本さんのことを公表してるんですよ。俺みたいに欠点じゃないかと違うもん。あの人は人間の芸術品、なかなかいないね、ああいう人は。頭はいいしね、人格者だし、人からは好かれる、生徒から慕われる、で家族を思い出し、もう本当に火の打ちどころがない。なんか悪口どっかな、めっきょって言ってないよ、あれ。強いて言えばさ、俺と違っておとなしい。で、松本さんは先ほどもちょっと触れましたけど、鳥取県の小山村というところで生まれました。今は鳥取市の中に併合されていて、鳥取砂丘の近くですね。なので小さい頃は鳥取砂丘で遊んだりしていたと。あとはお母様がご自宅で栽培されていたそら豆だったり野菜とかを朝早くから鳥取市まで台車に乗せて売りに行っていたんですよね。朝市って言われるような場所ですね。で、そこに松本さんもお手伝いで行っていたと。というのも、その地域っていうのは小作と地主のこの階層のこの格差がやっぱり激しかったと。だから自分たちの家族はその家計を守るためにそういうふうなことをしなければいけなかったというふうにおっしゃってました。で、その後1927年に松本さんのお父さんは北海道へ開拓することを決めるんですね。というのも、その時国策で北海道への第2期開拓計画っていうのが募集されていたんですよ。で、その結果、松本さんを含む家族10人、当時はまだ兄弟が7人で、おじいさんとあとご両親、合計合わせて10人が鳥取から北海道へ移住していくことになると。で、その移動はそれは大変だったようで、お金を節約するために確定に乗って1週間ぐらいかけて、で、その間には青函連絡船って言って青森から函館まで行く船に乗るんですよ。で、その後馬に乗り継いだりして、で、やっと根室平原という函館から反対のところにある標別の又落というところに入植するんですね。それ考えると大変だったろうなと思うんですよ。家族10人が移動するわけですからね。でもあの時期は日本各地から北海道へ移住していく家族が多かったんですよね。で、各有僕の家庭も実は福島や山形から北海道に移住しているんですよね、昔。で、松本さん一家は中標津の又落に落ち着くと。松本さんは小学校に入学するんですけど、その頃の教育っていうのをあまり覚えていらっしゃらないんですよね。で、それはただ単に忘れたとかではなくて、どちらかというと自然相手にいろいろ学んでいたと。で、それどういうことかっていうと、森林、森であったり川とか自然のそういうところで遊んで学んでいたらしいんですよね。で、その後1929年には大凶作が起こるんですよ。で、その結果家族総出で畑仕事を手伝ったりして、でもそれは大変だったと。自分たちが食べていく方法が農業だったのに、その農業ができなくなるぐらいの大凶作だったんですよね。で、そこに入植された他の農家の方々とかも、結局はもう畑がやっていけないっていうことで離農したり、自分の故郷に戻ったりしてたんですって。だけど、それでも松本一家はそこに留まって、なんとかやりくりをしていくんですよね。で、小学校6年を卒業する頃に、松本さんは就職をするか、あるいは学び続けるかっていうことの選択を迫られるんですよ。で、その当時は義務教育っていうのは小学校6年までだったんですよね。で、もし学ぶとしたら、中学校、あるいは小学校高等科っていうところに行くしかなかったんですよ。で、中学校の場合は、裕福な家庭で、かつ、優秀である必要があったと。小学校高等科の場合はそんなことなかったんですよね。だから結果的に松本さんはもうちょっと学びたいってことで小学校高等科に行くことにするんですよね。で、それは武蔵小学校高等科っていうんですけど、ただ自分の家からは8キロも離れていたんですよ。なので朝行くときはもう当然真っ暗な状態から出て行って、で、それで帰ってくる頃もまた真っ暗。だからそれを繰り返すのなかなか大変だなってことで、学校の近くで下宿を借りるんですよね。で、下宿を借りていたんだけれども、松本さんの一つ上のお兄さんが鳥取に大工の弟子入りをしていくと。っていうことで、松本さんのお父様が同じ下宿をするんだったら、鳥取のおばの家のところで下宿した方がいいんじゃないかっていうことを松本さんのお父さんが決めて、結果的に、1ヶ月ちょっとそこの武蔵小学校高等科に通った後、北海道から鳥取にまた戻るんですよね、松本五郎さんとお兄さんは。で、お兄さんはまあ大工の弟子入りでそこに行くんですけど、で、松本五郎さんは鳥取の小山小学校高等科に入っていくわけですね。で、そのね、小山小学校高等科っていうのがまた実にユニークな学校なんですよ。で、それは自分たちのことは自分で決める。だから生徒たちも自分たちで学校のことを決めていくっていうことを校訓にしてたんですよ。だから校訓の中にも自分で治める、自治っていう言葉が書いてあったんですよね。で、その辺は松本さんが実は語ってくださっていて、その学校の校風っていうのがね、またね、自治、自分で治めるね、自治っていうね、校訓さ、自分たちのことは自分で考えて行動しなさい。その代わり行動したことに対しては責任を持てっていうのはね、そういうふうなね、自治を重んずる学校のね、校風だったの。ある時ね、自分たちのね、自治のシンボルをね、旗を作ろうってことだった。本当みんなはね、お父さんやお母さん学校でね、お金を出してくれるんじゃなくてね、お金はね、自分たちで稼いでね、ましてその旗をね、作るお金にするんだっていうのことでね、それぞれの特技あってね、俺はね、魚取るのがね、得意だって、だから魚取りに今日は行くぞって、小魚取って、農家にね、買ってくださいって行くんだ。っていうように、松本さんは自分たちが考えていることを自分たちで具現化していくんですよね。だからマラソン大会も自分たちで組織するし、演劇会、学芸会なども自分たちで脚本を選んで、自分たちでどうやって演じていけばいいかっていうのを作り上げていくんですよね。でそれを先生たちはただただ見守っていると。だから今の学校教育を考えても結構先進的なんですよね。だおよそ100年前の小学校の話ですけど、そういう学校が今もあったら結構面白いですよね。でその後小山小学校高等科を卒業するタイミングで松本さんは師範学校に行くことを親からも勧められて、で自分も先生になりたいっていう思いがあったっていうのも相まって旭川師範学校に入ることを決めるんですよ。だけど旭川師範学校はやっぱりその時難しかったんですよね。松本さんは小山小学校卒業と同時に受験したんだけれども最初の1年目は落ちるんですよ。でその後塾も何もなく自分で自習していくしかないんですけど、1年間浪人生活をして2年目に入学を決めるんですよ。だから菱谷さんと1年実は学年離れているんだけれども入学した年が一緒なんですよ。でその後ようやく師範学校の話へ入っていくということなんですけども、今日はここまで。はい、ちょっとねまたかいつまんで話していったのであっち行ったりこっち行ったりだったかもしれないですけれども、ここから旭川師範学校に入学して美術部に入ってどういった教育を受けて生活図画試験っていうものがっていう風に入っていきますので、ぜひぜひ次の動画も見ていただきたい。というわけで今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。さあではではまた次の動画でお会いしましょう。あ、最後に一つだけ、ご予約たくさんいただいておりまして本当に本当にありがとうございます。まだまだ受け付けておりますのでどうぞどうぞよろしくお願いいたします。で、いいねボタン、チャンネル登録等々、あと拡散シェア等、もう何度も本当に申し訳ないんですけれども言わせていただいて、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。